皆さんこんにちは、高橋貴子です。こちらのビデオでは私がなぜ、コンサルタントをやっていて、今回リビング企業アカデミーというこのスクールをやろうと思ったかっていうことをお話をしていきたいと思います。ですね、こちらの方 の、 あの私の本ですね、昨年出た本なんですけど、こちらの方の中でも書いたんですけれども、よくですね、皆さんに誤解されがちなところはあるんですけれども、私は決して、最初から今の状態になっていたわけではなく、おそらくそうですね、今49、まあ来年50になりますが、人生の半分20歳くらいまでの間はですね、まあ、本当にもがいて生きてたっていう方が正しい人生だったと思います。本の冒頭にも書かせていただいたんですが、とにかくですね、自宅が貧しかった、今の自分のこういう状況とは考えられないぐらい貧しい家でしたね。学費も当然ままならなかったですし、まあ奨学金をいただきながら、学校に通うという人生をずっと送っておりましたので、いつでも奨学金がもらえるように、まあ、市の面接に行ったりとか、まあ、そういった、学校の、ね、面接でやって通ったら、あとそれをキープして保っていかなきゃいけないので、まあ、お金と引き換えに、まあ、自分のその貧困法制な自分でいなくちゃいけないっていう、まあ生き方もしていて、ある意味とにかく何かをしたいと言っても先立つものがない、っていうことは、まあ、アルバイトも当然していましたし、時間がとにかくなかったんですよね。でお金がないということは働かなきゃいけないから時間もなくて、で、まあ、精神的にも当然追い詰められていきますので、まあ、そういう意味である意味三重苦みたいな、まあ、状態ではあったんですね。ただ、だからといって私は腐ることはなかったですし、その状況を嘆いてみてもしょうがなかったので、まあ、どうにかしてこの状況を変えるためにっていうことを必死にずっと考えながら生きてきた人生ではありました。だから、まあ、今思えばそうですね、大学キャンパス生活ですかあんなのもできてなかったですしね、ずっとアルバイトに明け暮れてましたので、そういったこうワイワイっていうようなそういう記憶はなかったし、まあ、羨ましいなって思った時期はありましたけれども、その時の自分には手に入れることができない環境だったので、まあ、今できることをやろうということで稼ぎながら学校に行ったりとかしていたので、まあ、あまりこう好きなものを自由に使うってことはできない人生でした。でそれが変わっていったのが社会人になって、まあ、お給料をいただくっていうことが、きちんと分かるようになってきて、でそのお給料も、まあ、もちろん会社員生活長いですから22年の間は、そういった会社から、まあ、お給料をもらうっていう、まあ、そういうことで、まあ、やってはいたわけなんですけれども、そのお給料をいただくっていうことで自分の、まあ、お金を手に入れたりとか、あとはそれによって何かを買う、どこかに行くっていう、それができるようになると、まあ、あこういうふうにしてお金って回っていくんだっていうのが見えるようになったんですよね。親のところにいるうちは結局親からの、まあ、支給されるっていうのが大変ですけどね、お金が出が自分の人生を決めることになってしまっていたので、自分で自分の人生を切り開くためには自分で能動的に動かなくてはいけないんだっていうのを、まあ、気づいたのが20代前半だったと思います。でその後ずっと、まあ、会社員も続けて、まあ、最終的には独立をするわけなんですけれども、会社っていう入れ物も、まあ、結局そこの中で結局縛りがある状態で動いていくことになりますので、まあ、自分が例えばものすごく頑張ったとしても、まあ、お給料っていうものになりますので、それ以上別に突き抜けて、天井なく、稼げるっていうこともなかったですし、時間の自由が欲しいと思っても一応会社員としての動きの中での有給取るとか取んないとか、そのレベルの時間の自由しか作れなかったので、まあ、結果としては自分で自分の仕事を起こしてやるのが一番どうやら叶えたい人生のためには早道なんだな、
ということでやったのが、まあ、パン教室だったっていう、そういう変遷で私は起業しているんですね。だから全然最初からものすごくお金が裕福にふんだんにあったわけではないし、地道に稼いできたお金をこう転がしながら膨らましながら起業して、さらにそれをまあ加速度をつけて、儲けていくっていうことをしていった、まあ、そんな形の人生だったんですね。だから私が今現在やはりいいなと思っているのが、まあ、時間の自由ですね。もちろん自分で組み立てるんですけれども、ある程度好きな時間に、まあ、仕事ができるようになった。そして好きな場所で仕事ができるようになった。例えば、今で言うと、まあ、コンサルティングはもちろんやってますけれども、例えば今日沖縄で仕事をしたいといえば、沖縄に行った状態でも別に現地でコンサルティングとかできますし、北海道でっていうことだってできるし、海外、まあ、フランスとか行ってるとかしてた時も、まあ、生徒さんにメールで返信したりとか、さすがにちょっとオンラインはね、電波状況どうかなと思ってたんで、それを予約は受け付けてなかったんですけども、それが安定するっていうのが見えてれば、おそらく、まあ、海外であって時差はあるもののセッションとかできるので、時間と場所の、選択を自分でできるようになったって、これが一番やっぱり大きな要因かなと思いますね。そうするとあと稼ぐっていうことに対して天井がなくなるので、お給料を誰かからもらうのではなく、自分が作った仕事の価値に対する対価で、サービスを提供した対価で、まあ、お金をいただく。これは今は私はその自分の、まあ、人間の、できる時間において、ね、いただくような形になってますけど、仕組み化したいのであれば、何かそういうものを介在したような形で望まれるサービスとかものを作って、でそれで対価をいただくっていうことにすれば、そちらの方は、仕組みさえ上手に作ることができれば、稼ぎ高は無限に上がっていきますよね。そんな可能性があるのが、まあ、起業するっていうこと、自分で仕事を選んでやっていくっていうことになるんですね。で、もともとこちらのビデオをご覧になっていただいてるって方は、教室、授業をやりたいと思って、このページをご覧になってくださってる方だと思うので、教室授業っていう観点から考えると、そんなに壮大な話はっていうねことになるのかもしれないですけど、根底の考え方は一緒で、要は自分の何か欲しいものとか叶えたい夢があって、それがもちろん、誰かに教えて喜んでもらうっていうところがもちろん出発点でも構わないんですが、やはりある何かの自由が欲しくって、おそらくそれをやってると思うんですね。楽しく教える自由です。会社員ではない、自分で教室を起こして、それが長く続くようにやっていきたいという職業選択の自由であったりとか、要は私の人生のテーマは自由になるっていうことだったので、時間もお金も精神的にも自由になりたいっていうふうに思って、まあ、その3つを手に入れたということですね。でさらにもちろん今それは加速度をかけて、さらに発展するようにやっていって、同じように止まっている方とかいらっしゃれば、やはりそのヒントとアイデアをお渡しすることによって自分を解放してもらって、一人でも多くのそういった楽しいご機嫌な人生を送れる女性を増やしたいなっていうのが、私がコンサルティングをやっている一番の目的であります。自分自身ももちろん楽しみ続けます。基本人を幸せにするためには自分が幸せでないと幸せにできないので、まず私を幸せにします。そしてその、やってきたこと、ないしは知恵とかノウハウですね、それを皆さんに伝えることによって皆さんが幸せになるなら、もちろんそれが一番いいというふうに思ってますので、そんな意図でコンサルティングをやっていて、でかつ、まあ、自由に元気に楽しくなりたい、そういうご機嫌な女の人を増やしたい、だからその内容を体系的にまとめた、リビング企業アカデミーというものを作ったっていうのが、まあ私がコンサルティングをやってる事情と理由と、あとアカデミーを作った事情と理由になります。だから私はそういう意味から言うと、別に最初から家に資本があったわけでもなく、ゼロからでも起業もするして
どうにかすることができる。どうにかする原動力っていうのは自分がどうにかするって決めるっていうことっていう、すごく単純な話に落ち着きます。だから私が重視するのは、すでに持ってるスキルっていうのはないよりはあった方がいいんですけれども、例えば私パソコンが、ね、できないですとか、それは別にいいんですよ。覚えればいいっていう風に思っていて、実際に私のクライアントさんでもすごく成果出している方は、最初全然パソコンとかできなかった方とかもいらっしゃって、とにかくご本人が食いついて努力してやることによって、その前向きに頑張る気持ち一つだけでだいぶいろんな仕事ができるようになってっていう風に変わっていくので、知識とか技能が中途半端にあって、あんまりこう頑張ろうっていう気がない方よりは、もう気持ちが熱くてガッツがある方の方が断然伸びますっていう感覚が私の中であるので、要は何が言いたいかっていうと、スタートは関係ないっていうことですね。年齢も関係ないし技能も関係ないです。あるのはやろうと決める覚悟と勇気だけだと私は思っています。なので自分で言うのもなんなんですけどね、私ガテン系エレガンスって言ってるんですけど、結構ね泥臭い根性系の人なんですよ。だけどそれがね、ほら見えちゃうと皆さんが怖いかもしれないとか思われちゃうんで、まあ、こんな小綺麗な格好はしてますけれども、気持ちは男だし、案外ど根性系の泥臭系のガテン系でございます。なので、まあ、女性はね、頑張ってやっていく上ではそういう要素も多少必要かなっていうふうに思うので、そんな、意味趣旨にご賛同できる方と私は一緒にやっていきたいというふうに思ってますので、こんな高橋貴子と、まあ、人間的に面白い人だから一緒にやってみよう、私もちょっと頑張るよガテン系エレガンスって思う方はね、ぜひご一緒できればいいなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは。